はい、こんばんは。本日はプラネットコースター進めてまいります。今回も引き続きコースター制作を進めるのですが、地形いじりはさすがにもう見飽きたと思いますので、だいたい終わらせておきました。なので今回はこのライド部分は完成させていきたいと思います。それでは景観を賑やかすための特殊効果をつけたいと思います。結構いろんなものがあるんですけど、落ちる葉、こういうのを置くと、はい、わかりますかね。こんな感じで葉っぱが舞ってます。なんとなくここら辺の葉っぱの中の見えないところに仕込んでいきましょう。はい、葉っぱが舞ってるような特殊効果起きました。うん、いい感じですね。それでは前回こちらのドラゴンのダイニングを作ったんですけど、その奥、はい、その奥、この部分、ここに今回はマグマ地帯、溶岩地帯を作っていきたいと思います。まあドラゴンにとってはお風呂みたいな感じですかね。お風呂場ですね。作っていきたいと思います。でですね、溶岩のこの海を作りたいんですけど、この水シリーズに穏やかな水、波のある水、たまり水、汚い水しかなくて、溶岩っていうのはまあないんですよ、そんな都合のいいものは。なので今回はいろんなオブジェクトを使って溶岩に見せていけたらなと思います。使うものですが、こちらですね、着色可能なパネル、ライト付き4m4m。 はい、こちらのパネルは色を自分でつけれるのと、発光してるのでこんな感じで夜でも明るく見えるので、まず水面はこれを使いたいと思います。水面っていうんですかね、溶岩の面。はい、こんな感じでまずはベースとなる水面を作りました。結構レールギリギリを行ってますね。まあ、だいたい溶岩1200度ぐらいらしいので、本物だとしたらここは体感温度500度ぐらいになりそうですね。これではさすがにマグマっぽく見えないので、ここからそれっぽく見えるようにいろいろと手をつけていきましょう。ちょっと目が痛くなってくるんで色を落とします。今回は溶岩っぽい雰囲気を出すためにこちらのドラッドさんではなく、これですね、砂漠の岩シリーズ使っていきます。まあ、この岩かなり赤みがあるので溶岩地帯にちょうど良さそうですよね。
はい、こんな感じで周りを砂漠の岩で囲みました。ちなみに奥に見えてるこれなんですけど、アメリカのバレーオブファイヤーっていうところにあるエレファントロックを作ろうとして失敗したものです。なんじゃこりゃって感じですよね。それでは、まあ、まだ完成ではないんですけど、一応ドラゴンを配置しようと思います。まあ多分溶岩1200度あるんですけど、ドラゴンなら全然大丈夫です。あのコメントでも結構いただいてたんですけど、ドラゴンの色を変えてはどうでしょうっていうことで変えてみましょう。これはやばいな、センスが。黄色赤ってちょっと派手すぎますかね。黄色緑ぐらいにしておきましょうか。こっちにも、もうどっぷり。ここちょっと高さあるんですけど、気持ちよすぎてもう寝てしまってるドラゴン。これも色青系にしますか。このドラゴンちょっと疲れすぎてるな。こんぐらいにしておきましょうか。いいですね。ちょっとここら辺のドラゴンも色変えておきましょう。はい、それではもう少し岩足していきたいと思います。はい、これで岩の配置はだいたい終わりました。それではこの溶岩部分の色も戻しましょう。さすがにこの赤だときついので、こんなもんですかね。そしてここからは夜にして作業をしたいと思います。一応こんな感じで、この赤い部分ライト付きパネルなので夜にしても光ってるんですけど、この光は周りに影響を及ぼさないみたいなので、ライトで周りを照らしていきたいと思います。はい、というわけでこれを使います。着色可能な透光照明で、このライトなんですけど、ひっくり返すと完全にルンバとして使えそうです。はい、で今回はまあちょっとルンバではなく、ですね、こんな感じで岩を照らしたいんですよ。で色をつければ、はい、こんな感じでライトで岩を照らすと溶岩の光で照らされてるみたいな雰囲気になるので、まあ、こんな感じでライト置いていきたいと思います。
はい、完成いたしました。こちら天然溶岩露天風呂でございます。こんな感じでドラゴンたちが気持ちよさそうにお風呂に浸かっております。で、あとさりげなくドラッドさんはここで岩盤浴を楽しんでますね。で、ドラッドさんの守り神のあの巨大サソリはちょっとあの厚さが苦手なので上で待ってます。はい、で上空から見るとこんな感じで本当に溶岩地帯みたいにかなり明るい光を放っております。で、昼間にするとこんな感じですね。意外にあれですね、こういう舞ってる火の粉とか煙は昼間の方がよく見えますね。割と手間暇かけて作ったんですけど、おそらくライド目線だとこの一瞬で駆け抜けていくのではないかと思います。なのでしっかりとこの景観を見るには動体視力が試されるアトラクションになってますね。これでこのジェットコースターから見える景観はほぼ完成となりますので、次回はおそらくコースターの乗り場の待ち行列などを作っていくかなと思われます。はい、というわけで今回はドラゴンの住む山のお風呂場にあたります溶岩地帯作りました。それでは次回以降もお楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。